アダム・ドナルド・ヘイズリーは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2017年の MLB ドラフト一巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のガルフ・コーストリーグ・フィリーズで、プロデビュー。A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズと A 級、レイクウッド。 ブルークローズでもプレーし、3球団合計で58試合に出場して打率。284、3本塁打、28打点、6盗塁を記録した。2018年は、A 級クリアウォータースレッシャーズと A 級レディング、ファイティンフィールズでプレーし、2球団合計で118試合に出場して打率。305、11本塁打、55打点、7盗塁を記録した。 2019年は開幕を AA 級レディングで迎えトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスを経て6月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のサンディエゴパドレス戦にて8番中堅守で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは67試合に出場して打率2665本塁打26打点。 4盗塁を記録した。2020年は40試合に出場して打率。278、13打点を記録した。2021年4月14日に個人的理由があるということで復帰時期未定として制限リスト入りした。ありがとうございます。